エニアックのプログラミングのために配線を変えているプログラマ。ルース・リターマンとマーリン・ウェスコフ、ルース・タイテルバウムは世界初の完全電子コンピュータエニアックのオリジナルのプログラマの一人であり、世界初のコンピュータプログラマの一人である。ニューヨーク市立大学ハンター校で数学を専攻し、理学の学士号を取得した。大学卒業後、ペンシルベニア大学、ムーアスクールに雇用され、 弾道軌道を計算する計算手となった。ムーアスクールは第二次世界大戦中に米軍から資金提供を受け、約80人の女性が弾道軌道を手計算し複雑な微分計算を行っていた。1943年6月、陸軍は世界初の完全電子デジタルコンピュータを製造する実験プロジェクトへの資金提供を決定した。 タイテルバウムを含む6人の女性計算手が最初のプログラマに選ばれた。エニアックは黒い8フィートのパネルを40個備えた巨大な装置だった。プログラマは装置を介してデータとプログラムを処理するために3000個のスイッチと多数のトレイにある電話交換コードを使用して物理的にプログラムする必要があった。マーリン・メルザーと共にタイテルバウムは エニアックプロジェクトの特別な領域の一部を担当した。アナログ技術を使用して彼女らは弾道起動方程式を計算した。1946年、エニアックは一般大衆と報道機関の前で公開された。7人の女性はエニアックをプログラミングする唯一のプログラマであり、プログラミング技術を他の人に教え続けた。彼女はエニアックと共に、 アバディーン性能試験場の弾道研究所に移動し、他のエニアックプログラマを訓練するためにさらに2年間滞在した。彼女はアドルフ・タイテルバウムと結婚した。結婚許可証は1948年9月17日に発行された。ルース・タイテルバウムは1986年にテキサス州ダラスで死亡した。1997年、彼女は 他の5人のオリジナルのエニアックプログラマと共に、ウィメインテクノロジーインターナショナルの女性技術者の伝道入りを果たした。本人はすでに亡くなっていたため、夫が代わりに賞を受け取った。ありがとうございます。